はい、純ちゃんのロジュンでございます。本日は神話覚醒ユリ使った動画を作っていこうかと思います。実はユリこのコンテンツでも使えたのを巻きでございます。では参りましょう、スタート。はい、ということで本日やっていくのは神話覚醒ユリ、果たして他のボス戦以外でも使えるコンテンツといえばこちらになります。デレントレイドでございます。ということで早速ですがやっていきましょう。まあ普通の通常レイドが出てくれることを祈っております。まずサポートからドドンと、あ、ちょうどマックスだね、行きましょう。そして私の編成はこちらになっております。デレント神話覚醒ユリワンバック、そして火力アップのターラ、そしてエースで弱点ダメージアップで、レイドの必須キャラこちらのトドちゃん、イベントキャラで、エルニアでございます。クリダメアップという形になっております。まあ一応ペットはブブーでやってみようかと思いますと。では、消えてしまうのもね困るんで行ってみましょう。まず行ってみましょう。落としスキル切らせていただきます。まあ2点、まず上下打っていきましょうか。そしたらあとはちょっと見ていくパターン、まあ最低限神話覚醒を使っては見ようかな。うん、まあ結構火力乗りますよね。でやっぱりこれがすごいのが神話攻撃で結構崩せていけるんですよ。うん、でこの前レイドの動画で上げた時にはザハラがいいという話もしていたんですけど、やっぱねこのユリももしザハラって結局ガチャで引けてない方いるじゃないですか。それを考えたらこのユリっていうのは一般キャラで神話覚醒持っていけば作れるという形になりますんで、このユリもね結構ねありだと僕は思っております。はい、今1分弱でレイドのドラゴン半分ぐらいね1ポイント減らせたかと思います。あとはもう覚醒使って下入るかどうかなぐらいかな。うん、それもちょっとマジになりますね。うん、まあかなり装備は漏らせてはいただいておりますんでね、まあこのぐらい出てもらったらレイド結構早く枯れるなっていう感じもありますね。今ちょうどですね1分半を切ったところ、あと1分ところですね。ザハラだとこのぐらいの時間で枯れるんで、まあそこまで時間は大差ないぐらいかななんてちょっと思います。まあ2分ぐらいという感じでしょうか。うん、これで多分ね枯れるはず。ほい、無事終了ということでございます。でちょっと装備なんですけど、もちろんこちらですね、竜の決意使わせていただきました。まあ PV によった形で使っております。これ3点セットと、で防御無視のリング、そして弱点ダメージ 40% 上昇で、1本敏捷を入れて神話攻撃発動率高めた方がいいのかななんて思いつつもなかなか踏み切れず、こちらの弱点装備をつけて敏捷をねちょっとつけております。敏捷 5%5% で BV が 10% という形ですね。でもう一つは敏捷ではなく弱点率を上げてみました。こちらは普通に弱点 PVPV で 10% と、でユリのスキルから言ったら全部クリティカルが、確定なので、弱コンビか、もしくは弱点1本つけつつもう1本は敏捷で神話攻撃をもっと発動させるようにする。で装備の防具が反撃 70% かな、これでね。うん、で巨本の方で 30% 出しているんで、まあ 100% ぐらいにはたどり着くかなと。でそうですね、本来でしたらパーティー編成的に弱点率をアップさせるキャラを積んできて、一人誰か抜きの、まあ一番抜けエルニアとかかな、エルニアを抜いて、レイチェルとか、違うな、
ターラはまず魔法を軽くアップしたいんで入れたい。で、そうだね、イベントのスルーズっていうのが、まあスキルダメージ 80% 上昇でしょ、まあスキダメがアップするって感じとなると、1点入れるのありなのはスルトかな。スルトで60-60っていうパターンにしてしまう。で、レイチェルなり、まあ弱点率アップさせるキャラをもう1体、まあスルトでもいいか、入れたりしていくっていうのも手だね、確かにね。うん、ちょっと一回じゃあ敏将でやってみましょうか。ただその代わり私敏将 PVE のもの持ってないんで、こちらの方をまず一回外しましょうか。敏将ドン、いやープラス5がないね、やっぱね。敏将敏将、そして神話攻撃率が 10% アップ。火力はねかなりズズって落ちちゃうかもしんないけど、まあ動きだけでもちょっと見せれたらなと思って、ちょっと試してみましょうか。で、キャラとしてはスルト、明日から皆さんねギルド戦でスルト使えなくなりますんで、もう前もって私スルト外させていただいております。オプション2でちょっとレイド用として使ってみようか。うん、で、ミスト、ミストなんか連れてってみようか。ミスト、ミスト、どちらかといえば弱点上がるキャラクターをちょっと編成したいところですね。神話、弱点率 80% のダメージ 50OK、 これでいきましょうか。ではもう一回レイド降臨させましょう。ポストナ、あーいいね、出てきた出てきた。そしたら準備しよう。キャラですが、あーエース抜かなきゃいけないのか。そうするとこれはまずいね。防御力ダウンできるキャラクターがいないかってなるときついか。スルトでまあ弱クリアップさせの率的なものを考えたら、一応ミストは入れとくけど、ペットがブブペットの方がいいのか。あ、まあでも敵の防御力とダメージを減らすことはできているのか。まあちょっとこれでやってみましょうと。あー、マジかよ、終わっちゃったよ。うわー、ちょっと苦しいな。お、あやねさん行かせていただきます。間に合ったでしょ、 OK。 ちょっとこれでスキルをあまり使わず、どこまでちょっとねこのユリの神話スキル出てくれるかっていうのをちょっとね見てみましょうか。今2発だけで400万ぐらい乗ってるな、これはちょっと脅威ですな。押すとな、ドン。あーでも強いね、やっぱ発動させた方が。これは強いな、また出るね。いやこれですごいな、もう1000万突破してんだ。へー、すごいな。ちょっと覚醒まで使った状態で放置状態ちょっとしてみましょうか。どこまで回るんだろう。よいしょー、いけるか。まあ覚醒使う、これでも強いと思うね。さっきより早くないですかね。もう2000万1分で、で神話発動させていく。当たってるのはトドちゃんとかだもんね。こっからちょっと敏将でみんな通常が入っていくんだろうな。まあ一応反撃をつけているんで、どうだ、うん、反撃神話スキル一発しか出なかったな、残念な。で通常回っていくね。であとタラとトドちゃんかな。で反撃、そして通常ドンドン、通常じゃない、反撃だったね今のね。そしたら多分この次の順番がトドちゃん終わったかな。うん、発動した。これが多分通常でいけるね。これ放置プレイワンパン敏将装備、しかもこれでプラス5まで持っていけてたらいけるね。これは終わりでしょ、反撃さ。あ、やりますねユリ、やりますね。あ、こっちの編成の方が良かったんだ。なるほどなるほど、わかりました。
ということで、先ほど見てもらえたでしょうか。今度はちょっともうね、敏将敏将神話攻撃率 10% 上昇、先ほどの装備を見てもらいますと同じ、ただプラス5になっていない。なのでアリーナでつけていたキャラからちょっと剥がしてきて、これ装備しておきましょうか。これで火力アップかなりね。よし、それでもう一回挑戦していきましょうか。もうレイドね、自分のとこからでも出せるから失敗しても大丈夫。ポストナオッケー、行きましょう。スタート。はい、では再度挑戦していきましょうと。まあちょっとユリのスキル上下打って覚醒、それで放置っていうパターンでいきたいと思います。うん、まずウェイ、いいね、出るね、よいしょ、いけ、どんどん発動しちゃって神話スキル、うん、反撃スキル、よいしょ、これでちょっと待機してみよう。うん、これで軽くスキルとかためてもらおう。うん、追加攻撃、追加だね、とにかくね、大事なのね、お願いしますよ。まずここで反撃は行く前にスキルが出ちゃったね。うん、スキル出ちゃったね。よし、とりあえず50秒ぐらいで、うん、1800万、十分じゃないですか、これもね、十分。今ちょっと通常攻撃がね、続いてるところですね。うん、まだミスト、次スルト、で、ターラで、トドちゃん。トドちゃん来る前にこっち来ちゃったね。ドン。あー、ちょっとスキル使わないでいってみようか、これ。うん。スキルなしでも結構強いね。追加攻撃めっちゃ出るもん。ほら、2400。あとこれ3発通常入ったら終わりだね。ちょっと次多分ね、敏将で順番的に来るんじゃないかな。どうだろう、反撃がまず来る。あ、順番違ったか。残念。じゃあちょっと上下で終わりかね。これでいっちゃおうか。うん、あー、まあちょっと最速行くの難しいって言ったら難しいかもしれないけど、まあ2分以内にはクリアできるという感じだね。うん、これでもう多分反撃食らわせたらおしまいでしょう。うん、もうちょっとスキル普通に使ったらね、いけそうな感じですけど、まあとりあえず倒していくって考えたらザハラ難民の方はユリもおすすめかと思います。はい、ということで本日はレイド動画ちょっとやっていきましたけど、まあザハラの方がやっぱり早いと言ったら早い、ただまだザハラね全部揃ってないよ、感動してませんよという方には、このユリレイドでも早く使えますんで、せっかくだったらボス戦にも使える、そしてレイドにも使えるユリ育ててみてはいかがでしょうかということで、ちょっと最後にですけど、こちらお手紙を読ませてください。かぶり物はオバンティさんという方からちょっとメールがね、昨日夜来ました。突然すいません、実は初めてですが、ご公明なとんでもないです。ジンチャンネルさんにお願いがあり参上いたしました。ツイッター名はアングルパピと申します。ご存知かもしれませんが、今期解散するギルドのパーティーをワルツァ808で行います。忙しいでしょうが、各ギルマスにお疲れ様の一言頂戴いただければ最高です。ご検討のほど、よろしくお願いしますということで、ですね、こちらちょっとツイッターの方を見させていただきました。デデンタ、アングルパピスさん、ワルチャイ5開催決定、第3弾、第4弾、第5弾となっております。もう第1、第2弾がすでに終わっているような感じなんでしょうかと。SOD さん、シルダンユさん、どうやら解散するようです。解散パーティーが4月24日の金曜日20時、808、チャットチャンネルでね、行きますと、みんなでパーティーやってると。そして第4弾、はぁ、残念ですね。イージスの盾、解散パーティーとなっております。4月25日の土曜日20時から。そして第5弾が、進撃の騎士団解散パーティー。4月26日日曜日20時から、ワルチャ808にて開催だおうと。協賛は、八百屋さんチャンネルとなっております。多分この808で、チャンネル行くと、八百屋さんがいるという話が確か出てましたね。まあチャットの行き方はここから全体チャットというところに行ってみてください。そしてチャンネルの移動をして、ここで八百屋と808を押していきますと入場できるという形になります。
ここで多分4月24日から26日の間、まあ時間的には全て8時から、今現役にいる SOD さんとか、イージスの盾さん、進撃の騎士団さんが集まって、まあギルチャでみんなで、お話ししていくということになっているんじゃないかと思われます。ですね、私も24日から明日なんですよ。明日僕は仕事、明日まで仕事行ったらまた自宅待機の状態になりますんで、24日8時ぐらいにもし参加できたらぜひともねちょこっと参加させていただきたいと思いますんでね。あんまりね急に僕みたいのが言っても SOD さんの解散パーティーなのに SOD さん同士が喋る場所なのに俺とかいきなり言っても邪魔なだけだから、まあちょこっと見ながらちょこっとコメント書きながらぐらいの参加みたいのでさせていただこうかなと思っております。はい、ということでちょっとね最後はレイドとは別の話になりますけどここまでしたいと思います。もしよかったらね皆さん行ってみてください。今日はここまでにします。これ2回言ったかな、もしかしたら。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。じゃあ皆さんバイバイ、ありがとうございました。